回地直波制御の回路使い時直波制御とは、副艦電動機の分巻き回路電流を直波方式で制御することにより、回生ブレーキを使用可能とする速度制御方式である。回生ブレーキが使用できる制御方式には、回地直波制御登場以前にも直接に直流直巻き電動機を制御する電気子直波制御などがあったが、電気子直波制御は製造コストが高い上、 起動時では抵抗制御で存在していた抵抗損失分がないことによる省電力効果は改正によるエネルギー回収分と比べて1、10から1、20と多くないため抵抗制御による軌道と立行はそのままに安価に改正ブレーキを実現するために開発された。1969年に従来使用されてきた堺自調世機を小容量の チョッパ方式に置き換える形で、東洋電気製造製の世界初のサイリスタによる、堺地チョッパ制御装置が、阪急2800系、電車2847にて、長期実用試験が開始され、同年に、日立製作所製の同制御装置が、東急8000系電車に量産形式として、世界で初めて採用された。以来日本では、 従来から副官電動機を使用していた会社を中心として大手私鉄各社への導入が進んだ。国鉄でも採用が検討され、振り越し機試験車両の591系試験電車を用いた境地直波制御の試験が行われたが、構造が複雑でブラシ、整粒子の点検周期の短い副官電動機に対する保守現場からの反対もあり、結局海地直波制御は、 本格採用されることはなかった。国鉄で省エネ化が強く求められた1970年代後半には直巻電動機が使用できる電気主直波が 201K、203K で採用され、それに続く 205K では軌道から高速域までの特性により優れる従来の直巻電動機を用いた境、自転化レージ制御が開発、実用化された。の方式は、 JR 初期の新型車両にまで幅広く使われることとなる。大手施設を中心に堺自直波制御を採用した車両が多数制作されたが、1990年代から VVVF インバータ制御が主流となったため、2018年現在では新造される車両に採用されることがなくなった。東急8000系電車東急8000系の堺自直波制御装置。 ありがとうございます。